レッジ広島の木村達郎です。ポジションはフォワードです。僕は今から撮影する三ツ谷寮で育ちました。今から後輩たちが勉強してたり普通の生活をしているところを取材したいと思いますので楽しみに見てください。お願いします。木村達郎のサンフレッチェ広島三ツ谷寮突撃潜入。こんにちは。こんにちは。これは寮長さんです。僕のお世話になった寮長さんです。元気かね。元気です。元気そうな顔してる。久しぶりで嬉しいです。それはいい。何がじゃ、はい、これは第一期生ね、優勝した時のメンバーです。これは浩二くんです。懐かしいです。これは僕たちの代の写真で、これが僕のスーパー恩師の中村茂和監督です。怖かったです。ちなみにこれは僕の坊主次第です。こんぐらいにしておきます。これがユースが今までに取ったトロフィーです。そして奥へ進んでいくと、ここが食堂です。おっと、これが献立のようですね。バランス取れてます。ちなみにご飯食べるときはテレビ見れません。それはなかなかいい心がけです。これは一人3本という牛乳です。ここがトレーニングルームです。揃ってますね、設備が。それでは選手の皆さんの部屋がある2階へとカメラは潜入していきます。これは監督室です。1週間の予定が書いてあります。これが噂のフットサルコートです。僕も今初めて見ました。僕がいるときはこんなのありませんでした。三ツ谷寮の周りのこの田舎さはすごいです。何もありません。それだから強くなるんです、このユースは。おっ、森脇くん、元気？元気です。はい、自己紹介。え、サムリユース2年の森脇亮太です。こんにちは。以上です。アピールポイントは何ですか？顔がでかいことと明るいとこです。1年生の時から3年生にタメ口でした。本当生意気なやつでした。寝てる？おい、志村。志村くん。お、カズくん。寝てます。みんなテスト勉強疲れてます。はい、自己紹介してください。何？吉村志平です。イケメンじゃん。出れんだろ、おい。それじゃ、おいこの人は本当足が速くて楽でした。試合出たら使いやすかったです。これがチームの柱の前田和之くんです。ね、和之くん。はい。元気？元気です。頑張ってね。はい。大学行っても頑張ってよ。はい、頑張ります。前田くん、前田くん、前田くん、ちょっと来て。前田くん、勘弁してください。テレビ映るチャンスにします。はい、せーの、ついたっけ。ちょ、待ってください、セットとかせんでって。自分のプレーはどんなプレーですか？ドリブル系です。なんか一発芸じゃないですか、やっとったやん、ユースの時。なんないっすよ。俺を笑かせてやっとったじゃん、よくユースの時。しゅんすけ、汗がいいだし。やめてくださいよ。なんで俺なんすか、もう。しゅん、